と待って、ちょっと待って。怖い。みなさん、藤井葵です。今日はですね、ツイッターとか有名 YouTuber さんがやっているスナップチャットというアプリで遊んでみたいと思います。スナップチャットっていうのは、この顔を撮った時に子供のね、時の顔になったりとか、あと男の人になったりとか女の人になったりとか、性別を変えられたりとか、そうやって顔認証で遊ぶアプリです。で、葵もちょっと遊んでみようと思って、今口を開けたりとか、こうでこう止まってみたりとか笑ってみたり、いろいろ動画を撮ってみたんですよ、スナップチャット用に。なので、その動画に合わせて今から葵の顔がどういう風に変わるのか試してみたいと思います。みんなもね、最後までちょっと見てみてください。それでは、よっしゃ行くぞー。ということで、こちらが今スナップチャット用に撮った葵の顔です。証明写真みたいになってますけども、まず一つ目、何やってようかな。じゃーん、いきまーす。あー、いいじゃん、キラキラの可愛い感じに。あ、でも反応するね、やっぱり。待って、上になんか口とほっぺが来てる。あ、そういうことか、雲の上からキラキラが降ってきた。ねえ口開けた時に出るようになってるんだよ、これ。ちょっと次行ってみようか。あ、これあれだ、あの男の人になるやつね。うっすらひげ生えてるんだけど。ね、ちょ若干ちょっとあれだよね、骨格もさ、周り太くなってる。あー、見て見て、ちょっと葵も徐々に仲間入りできるか。これ、あの赤ちゃんっていうか子供の頃の顔になるやつ。葵が子供の頃こんな感じだった、確かに。ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って。怖い。ね、これさ、多分さ、目がさ、鼻の穴になっちゃってるんじゃない。あ、すごい、かわいい、かわいいね。あれだよね、ちょっとさ、あのキャラクター的にもさ、あ、さちこちゃんみたいな感じの。ねえ、あ、でもいいよ、こういうキャラクターあるよ。ね、すごいさ、元に戻ると葵すごい太って見えない。ちょっと、あ、でも面白いね、これ。これ何顔なんだろう。わ、すごい、ちゃんとボブカットになってる。やだわ、私掃除当番なんか変わりたくないわって感じだね。あー、え、かわいい。え、これ今日一じゃない、今日一。これはかわいいね、見て、葵が着ぐるみ着てる。あ、これはかわいい、みんなスクショタイムで、スクショタイム。はい、次。なーね、森の番人怖すぎじゃない。そこのお方って急にさ、この木出てきちゃうの、やばい。怖い怖い怖い。しかもたまに出てくるのがめっちゃ怖い。ね、もうぐちゃぐちゃだから、もう魔物一でしょ、これ。役名魔物一。え、怖い怖い怖い。ちょっと青い、体質体質ね、めっちゃ怖い、これ。ギギギギじゃん、ギギギ。これはやばい、これはちょっと恐怖だね。トラウマになるやつ。豚だ、豚。ね、葵の目がさ、つぶらな瞳になってる。ブーブーブー。いやー、すごい。怖い。ね、しかもモニターからちょっと出てない、これ。ちょっと可愛い。え、すごいすごいすごい、これ。ね、待って、モニターからちゃんと髪の毛飛び出てるよ、すごくない？しかもあのさ、あの葵の黒髪ロングがさ、いい感じに生えちゃってるからね、こういう人多分いると思うよ。いや、もうどれが多いかわかんないから。チャンネル登録はこちらからお願いしまーす。ん？菊之丞、これカメラ近くない？あ、ごめん、ちょっとズームしすぎとったわ。